皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ、お元気でいらっしゃることを願っています。キム・テヒョン、V、BTS が当社でいじめを受けているという噂が流れ、アーミーのファンたちは怒りを表しました。この噂は SNS で急速に広まり、アイドルに対するこのようなネガティブなコメントが懸念され、多くの憶測を呼びました。テヒョンが軍隊に入隊して以来、 アーミーは彼の軍務が無事に終わるようにと応援と祈りを送り続けてきましたが、いじめの報道はファンにとって驚きであり、多くの疑問を投げかけました。特に、誰がこの出来事に責任を負うべきかについての関心が高まっています。噂によると、テヒョンはいくつかの同僚から不当な扱いを受けたとされています。彼の具体的な名前が明かされていないものの、このニュースはファンを不安にさせました。 SNS では、スッカナのアーミーも不快な行為がテヒョンの周りで起こる可能性について懸念を表明しました。シャーププロテスト BTS やシャープ RESPBTS といったハッシュタグがトレンド入りし、多くのアーミーがテヒョンの保護と軍の環境が安全であることを求めました。アーミーたちは、テヒョンが親切でフレンドリーな人として知られているため、 特に仲間と支え合うべき環境でネガティブな扱いを受けることは許されないと信じています。韓国では、軍の一員としてプロフェッショナルな態度を保つことが求められており、これらのいじめの噂が完全に真実であるとは限らないという憶測もあります。しかし、BTS への関心が非常に高いため、ファンは懸念を表明しています。HBE からの公式な声明はまだ出されていませんが、 ファンの不安を和らげる説明が求められています。韓国のアーミーは、現在軍務についている他の BTS メンバーも HBE や軍によって監視され、彼らが安全に任務を遂行できるようにしてほしいと望んでいます。また、アーミーからは、軍隊がすべての兵士、特に有名人に対して精神的、身体的なサポートサービスを提供することや、 HBE がテヒョンの安全と幸福を確保するために追加の支援システムを提供することを提案する声が上がっています。審議はまだ確認されていないものの、ファンがテヒョンをサポートする意思は非常に強固です。多くのアーミーが SNS を通じてテヒョンに応援のメッセージを送り、新しい環境での訓練期間を無事に乗り越えられるよう願っています。アーミーは、 軍務がすべての韓国市民の義務であり、アイドルも例外ではないことを理解しています。そのため、BTS や彼らの今後の活動にネガティブな影響が及ばないようにと願っています。また、軍務についているすべての BTS メンバーのプライバシーと安全が尊重されることを望んでいます。アーミーはテヒョンの無事を祈り、彼を応援するメッセージを SNS で送り続けており、 引き続き彼に対するサポートを惜しみません。ファンたちのこのサポートは、平和な軍務が終わった後に、テヒョンがさらに強くなって戻ってくることを願ってのものです。アーミーはテヒョンをどんな状況でも応援する準備があることを示しており、アイドルであると同時に尊敬と優しさを持って扱われるべき人間であることを忘れないよう、関係者全員にとってのリマインダーとなっています。皆さん、 今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。感想はコメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。